ーの、ルルン、どうも、シホルンです。はーい、今回はですね、リクエストをね、募集すると持ってるグッズの紹介をしてほしいってね、よく言われるんですけど、今回はその持ってるグッズを紹介していこうと思います。イエーイ。いろんなところにね、グッズを飾ったりしてるんで、全てをね、かき集めることはできなかったので、収納してる3つの箱分だけ紹介していこうと思います。それでは早速始めていきましょう。スタート。パッ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 パー。まずですね、ちょっとここめっちゃ汚いんですけど、内輪から紹介していこうと思います。このね、順番にススススってやっていきます。まず1つ目、じゃじゃん、こちらがペン見の時のフラッグです。まだね、もう一個あっちに細くのフラッグがあるんですけど、こっちはね、一応保管用として買っています。草津でね、揃えてます。次、じゃじゃん、こちらはマスターさんのものです。展示会に行った時にね、買いました。こんな感じ、ジョングク。そう、グクの展示会にね、友達の付き添いで行ったんですけど、あまりにも可愛くて買ってしまいましたこのマスターさんの写真とか、グクのキーホルダーなんですけど、めっちゃ可愛くて、これとかです。次、じゃじゃん、こちらがウィングスの時のうちわです。じゃん、これも展示会行った時にね、買ったんですけど、パステルジオホープさんのうちわです。これもマスターさんのうちわです。めっちゃ可愛い。じゃん、こちらが細くのまたうちわです。もうめっちゃ可愛くないですか、これ。もうこれはもうこれ一番好きなんですよ、これ。もう裏も超キラキラしてて可愛いし、もうこっちもめっちゃ可愛いしみたいな感じで、もうこれはもう激推しちょっとね、ここにはね、ちっちゃいうちわたちが入っているので、それを紹介していこうと思います。まず1個目、じゃじゃん、すんちゃんのやつです。これはね、ゆらがね、ソンムルしてくれました。こちら細くのうちわです。ホップと、これちょっとこれが分かんないんですよね。はい、こんな感じです。ツルハシとか新大久保で買ったものがこんな感じです。いろいろ細くとナムさんのうちわがあります。これが BT21 のカフェで買えるものなんですけど、ファンの子がプレゼントしてくれました。これずっともったいなくて袋から出せれないんやけど、もうこれはマジで、この前 BT21 のカフェに行ったんですけど、その時もね、これ持ってって一緒に写真撮ったりしました。くれた方ありがとうございます。これもね、アピーチの公式のうちわなんですけど、こんな感じでめっちゃ可愛い、カカオフレンズかなのアピーチのうちわですめっちゃ可愛い。これもね、袋から出せない。でこれもね、細くの展示会に行った時に買ったものなんですけど、多分これフェイクラブかなの時の、あのサイン会のやつですね。めっちゃ可愛い。もうこれはね、マスターさんのものです。うちわなんです。めっちゃこれ色素薄いんだけど、こんな感じで、もうね、あの透明うちわってね、すごいここがね、汚くなるんですよ、透明の部分が。だから皆さん使うときは大事にしてくださいそしてラスト、こんな感じです。これがメイクアップの時の細くのうちわです。これは公式ですね。これめっちゃかっこいいです。そう、なんかこの時の何、芋感が好き、めっちゃ。これも非公式なんですけど、 BTS のこのうちわですね。ペンミのライブビューイング行く前に、ちょっと岡山のね、唯一の韓流ショップに行ったんですけど、そこで買ったっていうやつ。次、こちら紹介していきます。プーマとバンタンがコラボしてる靴の箱です。まず一番上が、はい、こんな感じで、コヤのネックストラップです。マング買いたかったんやけど、 BT21 のカフェ行った時にマング売ってなくて、コヤが残ってたので、草津好きなのでコヤを買いました。この中にはね、スローガンが入っています。紹介していきます。そう、ちょっといろいろとね、事情がありまして、この中に2つ入ってたりするんですけど、それも1つ1つ紹介していきます。じゃじゃん、 J-HOPE ってね、書いてて、こういうホログラムっていうのかな、がついてるんですけど、こちらです。ママを歌ってる時の補足です。ママスローガンってやつなんですけど、もうめっちゃ可愛いです。これがもう一目惚れして、もうこれは買わないとって思って買いました。最近になって、スローガンって何ですかっていう DM とかをよくいただくようになったんですけど、スローガンっていうのは、なんだろう、ライブ会場とかでこうやってパッて持って撮ってる写真とかを撮ってる人いるじゃないですか。そういうので使ったりとか、持ってて特に意味があるわけじゃないんですけど、こうみんな持ってたりします。皆さんもまだ持ってないよって方、買ってみてください。じゃじゃん、超細くって書いてあるんですけど、こちらもね、ホロみたいな感じのやつです。こちらがじゃじゃん、めっちゃ可愛い。これほんまに、この可愛いやつ、反則みたいな、もうね、やばいよね、これほんまに可愛い。これね、多分一番好きかもしんない。いきますよ、じゃじゃん、超細くっていう、これもね、ちょっとホロがあるんですけど、これいきますよ、じゃじゃん。これはね、サイファーを歌ってる時の補足なんですけど、もうサイファーの時の補足がドタイプすぎて、もうサイファーの補足はもうなんかいつもより格段とかっこいいというか、もうなんかね、やばいですよね、これ。なんか
エロくないですか。なんかもうやばい、もうなんかニヤニヤしちゃう。撮影日が10月の16日なんですけど、今日からねフェイクラブの日本語バージョンが公開ということで、皆さんもう聞きましたでしょうか。私はねちょっと聞いてもう興奮しました。はぁーみたいな、細くのラップって感じなんですけども、全然あれちょっと歌詞が覚えれそうにないっていうのがね、ちょっと一つ心配なところですね。逆だった。じゃじゃーん、 J-HOPE って書いてあります。これはねビッグスローガンって言って結構大きめなスローガンなんですけど、いきますよ。もうめっちゃこっち可愛いから、ほんまに可愛いから、いくよ、せーの、パン。かわいい、あーかわいい。ちょっとスクショタイム、はい、すいません。めっちゃ可愛くないですかこれ。私この細くめっちゃ好きで、もうほんまにね、この口がもうね、もう好きなんですよ。この口、もうこの口が好き。口可愛い、口可愛い、顔可愛いみたいな感じなんですけど、ほんまにこれは可愛い。ラスト紹介していきます。じゃじゃんじゃじゃん。ママ歌ってる時とか最後歌ってる時とかの細くなんですけど、もうこれはもう超絶バックイケバックイケって感じ。もうかっこいいのがもう詰め込まれているというね、もう最強のスローガンとなります。はい、後ろはじゃん、 J-HOPE って書いてあります。反射するやつなんですけど、はい、光に当たったらピカーンって光る系の、はい、私夜ウォーキングするとき超えていこうかな。何も面白くないね、ごめんなさい。こんな感じでございます。ラストこちらを紹介していこうと思います。この中はちょっとこんな感じでちょっと見えにくいかもしれない。なんかちょっとね、いろいろと汚いんですけど許してほしいです。それではですね、ちょっとこれ紹介する意味あるのかわからないけど紹介していこうと思います。これがねハッピーエバーアフターの時のクラウドカードです。で、ナムさんとか、あと細くもね、この中にいます。そう、このウィングスの時のやつとか何枚かあります。で、これが特典ですね、マイクドロップとかの時ので、これとこれもあって、で、これがマスターさんのやつなんですけど、こんな感じでこう、あ、ここか、こっちか、こんな感じです。これが韓国で使うティーマニーカードなんですけど、ティーマニー、ティーモニー、ティーマネーなんですけど、はい、これ、はい、私まだ韓国行ったことないんで使わないんですけど、可愛かったので買いました。で、これもね、マスターさんのところから買ったやつなんですけど、ラブヨーセルフって書いてあって、こっちか、ラブヨーセルフって書いてあって、これチケット入れですね、多分。で、これがネックストラップ、J-HOPE って書いてあります。これもマスターさんです。で、こちらが、こっちが鏡、イエーイ。で、缶バッジです。で、ここがマスターさんのシールを入れてます。これがマスターさんのトレカ類を入れてます。そう、これも全部マスターさんのトレカをね、こっち側が、前ペンミ行った時にファンクラブのやつを行こうと思ったら身分証明書が足りなくって、そのもらえなかったんですよ、シール。ファンクラブの人だけ、友達がホビーのところだけ切ってからプレゼントしてくれて、もうありがとうって感じなんですけど、大事にしてます。これがラブヤセルのやつですね。これどこ置けばいいかわからなかったのでこの中に入れてます。で、これもラブヤセルフの紙とかで、入れ物ですね、なんか捨てれなくてもったいなくて。で、これハッピーバーフターのタオルについてきてたんですけど捨てれないのと、 TO1 のこのポストカードとか、この GTO ってやつとか、その配ってるやつですね、大阪とか東京で配ってるやつです。で、ここがラブヤセルフの特典を入れてます。ついてくるやつですねとか、シールとか、ではこれは一番最初のラブヤセルフのシールとか、これはね、ちょっといろいろとこんな感じで、なんか VT とかメディヒールのポストカードとかで、これがウィングスですね、全部で、これもウィングス、私が注文ミスでタタのパックを買ってしまったやつとか、あとはファンの子がくれたマングのこの塗り絵とかです。写真とかポストカードじゃないけど、こういう写真とかが入ってます。はい、どうだったでしょうか。私まだ全然グッズ持ってなくて、撮影日16って言ったんですけど、15日でね、やっとアーミーになって1年経ったっていう、ほんまはド新規なんですけど、ほんまにグッズ少なくて紹介できるものも少なくて、本当に申し訳ないです。こんな感じでございました。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン、バイバーイ。